TV イエーイということで8月のアーティス TV ですけど、はい、もう8月末ですって。もう真夏っすよ。真夏この暑さ何なんこれも、ね、今日は、いつもね庄屋スタジオをお借りしてますけど、はいはい、まあまりにもスタジオ本スタジオの方はもう暑くてもう暑すぎますね。無理やと倒れるぞこれって言われて、なので、うん、ちょっと楽屋をお借りしまして、楽屋にちょっと今日はね楽屋からお送りしております。はい、まあ、ここはやっぱりエアコンもあるから ね、まあまあね、うん、涼しいですよね。涼しいですよ、うん、多分今日は今日何度36とか7とかあるんでしょ。マジでずっとそんなんですよここのところ。いやまあまあね、危ない暑さですよね。年々やっぱり暑くなってますよね。そうそう、でも本当にね、今年はね異常だっていうぐらいあって、うんうん、かなりねお亡くなりになってる方々が多いんだって。熱中症で。そう、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがね。マジか、うん、でほら今、まあ、あんまりねアーティスト TV でこういうお話はどうかなと思うけど、うん、ほら国がね、うん、いろいろと今補助金とかそういうのどんどん打ち切ってるでしょ。そう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 、だからね、うん、エアコン代が払えないんだって、うん、いやほんまそうよ。おじいちゃんおばあちゃんたちなんか昨日とついもねなんかそういうニュースになっててね、うん、なってるでしょ。もうなんか車でなんかお母ちゃんと、うん、その2人娘さんと生活してて、うんうん、それでまあ亡くなったんだね。だからね、なかなか今ね、ちょっとね、国がそうやってね、それでいろんな部分で切り詰めてるんで、うん、そういうおじいちゃんおばあちゃんとかね、そういう本当に弱い、ね、守られなあかん人たちが亡くなってるっていう現状があるらしいです。うん、そう。ね、また言うてる前に 10% ですよ、消費税。そう、ね、ね、みんな怒らなあかんで、ほんまに。本当だよね。だからもらえるものは少なくなっちゃうわ。そうよ、ね、なおかつ物が上がるわっていう ね、なもうちょっとみんなやっぱり声上げて ね、これちょっとほんまに、そうだから切り詰める場所がね、うん、やっぱり命に関わるところまで切り詰めなあかんっていうのはちょっとどうなんかなと思ってるんですよ。もうなんかわけわからん、うん、戦闘機とか武器買うてる場合ちゃうんやから、ね、そんなの、そんなのもね、そんなことせんかったら消費税なんか上げんでもするんやから、何兆円とかね、すごい金額だから、ね、余計なもん買うな、うん、本当だよね、それでも本当電気代ぐらい払ってくれよって話はね、エアコン代ぐらい ね、ほんまにね、うん、まあでもこうね暑い中ほんと外の仕事の人はまあ大変でしょうけどね、やばいでしょうね、これ本当にね、なんかいろいろちゃんと対策ねってやらないと危ないですよ。まあ、僕らはまだねその撮影現場がまあ外じゃなかったら、まあほぼほぼまあまあね屋内でまあ作業とかもね自分のところで屋内でできるけど、まあ外の仕事の人はほんまに、ね、頭下がりますよ、だからもう本当にほらねよく警備員さんなんかさ、うん、ずっと一日棒振ってるような人たちって、うん、もうほんまに危ないからね。いやもう30分に1回休憩せなあかんっていうぐらい、ほんまそうだよね、はい、で水分取ってもらわないとね、うん、本当に危ないですからね。なんかまあまたね台風も今回ね、そうそうそう、風もねなんか強かったりとかしてちょっと心配しましたけど、そうそう、またね、まあ、ね思ってるよりかはまあ、そんなに被害もね、まあそう、うん、まあ、僕ら今はね泉州地方だから、うん、だからまあ言ったら去年のね、うん、泉州の台風で屋根も飛んじゃってっていうの、はい、一度体験してるからね、うん、そうそうそう、だからなんかなんだろうな、それに比べるとなっちゃってるのも良くないかなとは思うけど、うんうん、でもまあまあ前回のねそれに比べればやっぱりそうね、うん、そんなにまあ言うほど雨はね結構激しかったですけど ね、雨はね、うん、ちょっとだから山の方の人たちはね気付けながらね、うん、地盤がねやっぱり緩んでたりとかそういうところでは、うん、やっぱりちょっと怖いかなと。怖いですね、九州大変なことになった、まあ、な去年とか今年結構ねあっちのそのね、うん、九州の方って何かと災害が多かったですよ ね、なんか、うん多いよね、多いっていうか、うん、本当になんかそこが通り道みたいになっちゃってるよね、うん、なんかね全体的になんか台風にしてもそうだしなんか地震にしてもそうだし、うん、なんかあそこら辺が震源地っぽい感じには なってるから、うん、ちょっと本当に皆さん気をつけていただいてね、そうまあそのね影響もあってこう野菜とかもね、うん、そうそうそう高くなったりとかも一時でしてたりとかまたちょっとね、うん、上がってるみたいよ聞いたら、うん、なかなか取れないだろうね。そうですね、うん、まあまあそう言いながらもね結構なんていうんですかその8月は僕もねまあ今日紹介するそのスクリーミングマトジョージとかもそうなんですけど、はいはいはい、まあ、これに関してはまあその
これが始まる前のあたりもまあ準備等々でね、うんうん、お手伝い行かせてもらいましたけど、はい、まあ、8月はなんといってもなんかね、うん、あの会談イベントとかそういうのがまあところどころであるじゃないですか。だからさ、なんかね、中やんね、そういうイベントものすごい呼ばれるの多いわけよ。で、うん、行くのいいんだけどさ、次の日とかに、うちと同じ番組なんかで一緒になるでしょ、みんな持ってきちゃうんだよね、そういうとこからね。持ってくるからね。みんななんか次の日、うちのスタッフぶっ倒れたりとか、重たくなっちゃってないとか、うん、なんか調子悪いっすよ、昨日からみたいな。うん、多いよ、そういうの。俺ね、お持ち帰りが。今回ね、うん、あの初めて経験したのをちょっと話していいですか、うん、はいはい、でその会談のイベント行ってね、うん、でまあその日は朝行き品はすごくあの肩が重かったんですよ、うん、はいはい、ほんで現場ついてもちょっとまあ今日も嫌やなでちょっと沈んでたんですけど、うん、まあその会談中は特にまあ何もね、うん、僕的にはなかったんですよ僕的にはね、ただ、うんうん、僕が話してて、そのまあこれ、特殊メイクのそのホラーの現場で、うん、ある廃病院に行った時に、うんうん、廃墟の病院に行った時に起こったことを話したんですけど、はいはい、でその時にまああのメイクさんの部屋がね、塔がバタンバタン閉まると、うん、ほんでふと見上げた時になんか緑色とも黒とも言えんようななんか煙みたいな塊がおったっていう話をしてたんですよ、はいはいはい、ほらちょうどその話の時にまあ、例のももさん、はいはいはい、あの司会席で僕と随分離れてたところにいてたんですけど、もも、うん、さんがその時にふとなんかこうパッてこう 見たんですよ、うん、でこっちにはもうもうすごいスペシャリストな方がおられたんですけど、お名前はちょっとあれなんですけどね、うん、でその方と目が合ったらしいんですよ、うんうん、で、僕の話が終わり、ちょっと休憩時間に入った時に、うんうん、そのももさんとそのゲストの方が顔を合わせて、はい、さっきいたよねっていうのを話してたらしいでそのことも僕全然知らなかったですよ、はいはい、そんな話があるってね、うん、でそれでまあそのまま帰ってきて僕的には何もなかったんですね、はいはいはい、ただ寝しなにね、うん、ふとまあ携帯を見た時に、うん、携帯に変な影が映ったっていう、うん、その何現場の写真で、いや現場の写真も普通に携帯をいじるのにパッと撮るでしょ、うん、そしたら真っ黒の画面から一応そのスリープの画面になるじゃないですか、うん、その瞬間に顔がふわっと出たんですよ、うわだからさ、うん、なっちゃうんだから吉田さんそういうイベントもねでもうそれで俺ビビってうわっと思って、うん、まあまあでも今日寝れるんかなと思いながらあれしたけど、まあその日はでも何もなかったんですけど、はいはい、ほんで何日かしてここに、収録に来たんですよね、うん、そう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 、うん、でそうしたら、うん、まあ次の日からもう重たくて重たくてってだからやっぱり元から感じる人たちっていうのは結構ね、うん、そういうのをやっぱりいただいたりとかするんだろうね、うんうん、だ僕はね基本あんまそういうのない人だよ、ない人だけども、うん、あのももさんはと一緒にほらソウルバンクのねこちら番組でやった時にそう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 、ね、僕、うん、生放送中に見ましたからね、うん、自分のここに、うん、あれはさすがにちょっとね俺青ざめましたよ。でまあね本当にねまあ、生放送だし、うん、言えないでしょここに何かがいたとか見えたっていうのも言えないから、うん、俺もう本当にVTR っていうかねYouTube で再配信されてるか見てもらえば分かると思うけど、パッてこうやって、まあ、こういうふうには向けないからね、うん、カメラやってて喋ってるんで、うん、こうやってちょっとこうやってちょっと何こうね、ここに何かを感じたのね、うん、感じてこう見た時になんか黒い塊が見えたんですよ、うん、でパッて前向いてまた喋り出してるんだけど、うん、黒い塊が見えたっていう頭の中でこれ誰なんだろうってことを一生懸命そこで考えてるわけだけど、出演者全員こう並んで喋ってるわけだから、はいはいはい、それ以外の人も立ってるわけないじゃん、うん、でおかしいなと思ってもう一度スーッてこうやってもう一回見てるんですよ、うん、でもう一回見た時に完全にこう黒い人の塊が見える、ね、そうですね、それでもうその瞬間ですよ、俺ざまーって前向いて何事もなかったよ、ずーっと後ろ振り向かずに喋り続けてますから、歌った、まあ、だってあれね感じたり見たりした瞬間でもう固まってまうから、ね、本当そうだよね、うん、
でなんかさ言うに言えないのよ。そうそうだって今ここにいるとも言えないし、うん、で一応、まあ、その時何も言わずに、うん、まあ一応コマーシャルね、生放送なんだけど、うん、コマーシャル中って他の人が喋ってくれたんですよね、はいはいはい、あの他のね角度から、うん、で僕らは一旦楽屋に戻って、うん、バーって着替えたりとかして次の出番でバーってすぐ出ていくんだけどバーッ中で着替えてる時にそのゲストだったももさんともう一人そのすごいねそういうのが強いっていう方と一緒にね楽屋戻ってきて楽屋でこう二人が会話してたんですよ、うん、で僕はまあね見えましたよねとも言えないじゃない、うん、だからこうわーっと普通に着替えてたの、うん、そしたらここでの会話でいやもう本当にど真ん中にいたねっていう話をしてて、うん、えやっぱ俺が見たのはそれだったのみたいな、うん、やっぱねあれあの日はだから、うん、あの日はねあれ完全にね僕はねあの中谷すぐにはめられたんですよあの日はね、うん、もうねあの行くもうあのいつもね行く時って大体まあ僕が阪南引っ越してからなんで、うん、阪南引っ越してると大体車でね一緒にまあ現場まで入るわけですよ、うん、一緒に車乗って行くんだけど、うん、もうその段階で行く段階から思ってるの気持ち悪いの、うん、今日おかしいんだってずっと言ってんだもん、うん、それで着いてまあ本番始める前ですよね前の段階でトイレにこれ普通に行ったの、うんだからオシュレットシャーって言ってて、ぶっ壊れてるのかなって初め思ってなんかシュッ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 言ってんだけど何なんだと思ってドア開けたらオシュレット勝手に流れたりしてるわけで俺も一回戻ってでいやなんかオシュレットぶっ壊れてんじゃねみたいな話でいや見たってみんなが言うわけよでみんなに聞いたらやっぱみんなも見た見たって言うわけ、うん、そうなのでもう一回俺見に行ったわけおっかなびっくり、うん、たらさ何ともないわけ、うんでまたちょっと時間を置いて、だから本当にねトイレ行きたくなって、でトイレ行くじゃん。そうシャーって言ってるわけよ。そう。でなんだこれっていうのも、まあもうだから番組が始まる前の段階からそういうなんか変なことが起きてたの、うん、その日は。うんうん、でずっとそんなのが起きてたんだけど、僕だからそう全く見ないし、普段そんな見える人間でもないですよ。見たこともないんだけど。うんなんかね、やっぱそういう強い人たちっていうのが集まってる中で、ね、一緒にいると増幅するんですって感じたりするのね、うんうん、だからちょっとね俺もそういう体験はね、うん、だからあのももさんのねイベント行きたいとは思うんだよ、うん、行きたいと思うけどそんな人ばっかりが集まってるところに行けないよね怖くて ねまあ、ゲストさんっていうかゲストさんも、まあ、今回すごい方やったんですけど、うん、その見に来るお客さんも結構体験してる人とか多くて、ね、そのお客さんの話っていうのも結構怖いそんな、はい、だからね、うん、なかなかそこに行って一緒に聞くっていうのもちょっと怖いよねまあねなんか見えたりしそうだもんねうんまあなんかそういうね久々ですよ今年その階段ねまた行かしてもらったのはでもね、そういうのが好きな人とかそういう興味ある人はぜひぜひ ね、毎年年代1年に1回やってますこの時期ねやってますしなんか、これまだ確定ではないですけどももさん曰くまた9月ぐらいにはなんかもう1回なんかやりたいとか言ってましたけどねじゃあなんかフェイスブックとか、うん、なんかねチェックしていただいてそう、うんもしやるようだったらぜひ ね怖いの好きな人たちはまあこんだけ暑いからいいんじゃないそういうイベントもちょっと涼しくなって、まあ、でも持って帰ってくると厳しいですよそうそれもらっちゃうと怖いけどな、まあ、持っては帰ってきてほしくないねそういうやつね、うん、まあまあでもねあんまりまあ僕なんか気にしない方だから分かんないのかなんかあんまりねまあ元から鈍感なんでしょうきっとだからねそういう強い人たちと一緒にいると何かを感じたりとか、うん、まあ見るってことはもうないけど感じるっていうのはあるんですよ見たくなったとか動物的な感ですかなってそういうのはあるんだけど、うん、でも基本まあ一人でいる時とかそういうの全然見えない人たちと一緒にいても、うんまあ、全く何も感じないですからね、うん、だからやっぱりそういう強い人たちと一緒にいると何かやっぱりなんか呼ばれるっていうかね、うん、あのうん、そういうのあるみたいですよ、うん、まあ怖いですねね、まあいい例もあれば、まあ、そういう悪い例もあるわけでしょ、うん、まあでもねなんていうのかなそんなにまあ怪我したりとかねっていうのはまあよっぽど強いやつっていうか、まあ、まあねあんまりその関係のない人にそこまで ね強いものはつかないと思うんですけどなんか連れて行かれちゃったとか、ねうん、ただなんかこうね普段のこの生活の環境の中にふわっとね現れたりとか、うん、その尺がね違うんですよ
だから尺が尺が違うというか、だから1分の1で同じ大きさやったらあれなんですけど、はい、あのもうでかかったりちっちゃかったり、ちっちゃいのもいる、うん、うん、大人の顔なのにちっちゃかったり、超ちっちゃかったりとか、でもうほぼほぼだからもうこっからもう下がもう見えないとかね、あここだけしか見えへんとか、まあ僕もだから顔とかは見えるけど、うん、黒いただのその人の形の黒い塊、うん、なんか煙みたいなね、うん、なんかそういう時もあるし、まあいろいろですね、なんか 光に近いような感じの時もあるし、なんかすごいですよ、中谷にするのだって宇宙人は、あ宇宙人と寿司食う人ですか、うん、お寿司屋さんで回転して別に宇宙人と一緒に一緒に食うたわけじゃないですよ。言い張りますか？俺は寿司食うたわけじゃない。あのたまたま一人席に座ってたんです。うん、だから吉田さんって頭おかしいと思われるかなって言うてんのに。いやいやいや、これもう俺マジですから、ね。俺は見たって言うたら、うん、言い張るんだろうね。本物ですから。ね、ああでもなんか。結構あのバイオ君も UFO とかよう見てるじゃないですか。そうそう、まあね、そうね、うん、だまあ UFO はね僕もちょっとね、うん、あのなんかわかるんですよ、うん、まあ僕も一度見たことある、うん、UFO はね、うん、でまあそれはだから UFO は見て、まあ別に俺が見ただけだったらなんかね、うん、勘違いやったのかなってするんだけど、うん、その日にそのね俺が見た UFO っていう同じ場所で同じところであのまあ、たまたま他の人たちもいっぱい見てる人がいて、うん、でその感じニュースになったんですよ、うん、でテレビに出たのそれが、うん、なのであやっぱ俺が見てたのそうだったんだっていうのが確認できたんで、うん、だからなんかあ俺見たんだなって思えたんだけど、うんまあ、なかなかねこう見てあれ違うかなそうかななんて言ってんのって、うん、もう自分次第じゃんそうだって言っちゃえばそうかもしれないけどさ、うん、いやお前勘違いだろ多分なんて言っちゃえばそれまでだもんね。でもなんか最近もね、うん、あの福島原発の上に数機の UFO が、ああうん、あのこれニュースになってましたよ。本当？うん。それはだってもしかしたら UFO じゃないか。あと有名な話はこの間の G20 の前日か前々日に大阪に UFO が来てたね。ああそう。うん。そうなんだよ、ソビエトとか書いてなかった大丈夫だってあ、そっかだからまあ今だってさ、そういうのなアメリカなんかだってな、普通にあの、うん、UFO の形で UFO を、まあまあ、開発してますからね、からね、うん、だからあの言ったらなんかね、あのねなんだけどなんかのねテレビで一回僕見たけど、うん、アメリカのねなんとかっていう場所があるんだってよく見かけるすごい見かけるっていう場所があってでみんながみんな確実に見えるって言って、うん、で何時のこの時間に行くと絶対に見れるって言ってて、うん、でどれ何なんだろうなって言ったらそれはこれ開発してる、うん、まあ言ったらなんだろうねあれ武器になるのかね、まあだからそのなんだろうね、なんていうか今までじゃないその動力エンジンの開発なんですよ、うん、だからその瞬時にこうあの、まあ、まあ動く動いたりとか止まったりとかね、うん、そういうだそれを開発するのにまあその原理が一応まあ UFO の原理みたいなんで、うんうん、なんかねそれを作って、うんまあ、練習っていうかなんかで飛ばしてるんですよ、そう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 、だから そこに行くと絶対に見れるんだって、うん、だからそれがみんな UFO 見た見たって言って大騒ぎになってたんだけど、まあ、実はそうじゃなかったっていう、ねうん、人間が作ったものが、うんまあ、そこで挙げられてただけだったっていう話はね、うん、なんかニュースになってたけど、でもなんかこのね僕らの住んでるこの銀河系なんてのは、うん、この周りにはもう何百ってあるらしいですよ、まあ、同じ環境がだから、うん、多分だからなんか住んでてもおかしくないんで、うん、おかしくないんです、住んでたらおかしくないけど、でも日本来て寿司食うかなっていうのはあるけどね、回転寿司食うかなっていうのはあるけど、なんかあれですよ、これあんまり言えないですけど、イギリスのあのね、ちょっと危ないじゃないイギリス王妃は宇宙人やっていう、ね、あの噂が噂がね、うん、ありますからね、まあ、それあくまでも噂ですからね、まあでもヒラリーもそうじゃないですか、ね、なんかヒラリーもなんか演説中になんか緑のなんか履いたりとかなんか埋め込まれてんじゃねえかなんかね、目がちょっと言ってたりとかしてますよね。そんな話をする番組じゃないんだから。いやまあまあこの橋ですね。そういう怪談、まあそういう UFO とかね、そういうのが結構まああちこちでイベントありましたっていうことでね。はい。でまあそのスクリーミングマッドジョー時点ですよ。はい、今回まあ。
これね、あのなんていうんですかね、もうなんていうのか待ちに待ったというか、まあ普段そのジョージさんの作品なんてのはね、まあ年に1回その東京で行われてるイベントのために今作ったりしてて、東京やったら 見れたりするんですけど、まあなかなか大阪でいながら大阪で見る機会がなかったりとかねしてた。でそれがあの今回まあそのジョージさんのもうなんていうか大回顧展、だからもう歴史ですよね、その全然そのまだ高校時代に落書きから始まった絵からニューヨークに渡った時からもずっとその後ね、まあ今の作品までっていうところがずっと展示されてる。でそれがまあそのアベノハルカスの大阪芸大のそのハルカスのキャンプ、あそこになってるんですかね、二十何階とか24階とかのね、綺麗なね、外を見てもわーっとかね、そこでね、まあ今この9月の16日最終日かな、これ、ね、16日、はい、まだやってますよ、まだやってるでしょ、この放送後はまだやってますから、ね、うん、9月の16日最終日で、ね、最終だから、はい、だからもうほぼ1ヶ月近くやってるんだもんね、うんうん、だからぜひね皆さんね、そう本当だからまあなんだろう、東京からも結構ね、僕も一度行ってきたけど、うん、東京からも結構いろいろお客さんも来てたし、そうですね、うん、で逆にだから本当に大阪の方々ね、はい、そうそうそんなに見れるものがないんで、もんじゃないですよ、ね、ほんまに、だから関西地区の人たちね、うん、本当にあのぜひ足を運んでいただけたらと思うんですよね。でねやっぱりね人たち作品の点数が多いので、あ、ね、これ今回見逃したら、うん、次この規模でできる場所っていうのはもう、ね、この数ね展示だけのようなでスペースがなかなかないもんね、うん、はい、だから広い場所がもうこれぜひ今回ねやってる間にもぜひ撮ってもらいたいなっていう、ね、だけど長屋も来てるけど俺はいはい、これ、はい、ね、これまああのボーインザボックス、ね、これジョーさんの、ね、あのね、はい、あの T シャツ、うん、あの着させていただいてます、うん、だからね、なんかあのご本人さん、僕もねあのこの番組ではね何度もいろいろ紹介、うん、間でしてます、ね、あのお手伝い行ってる時に ね、ちょっとまあ撮らせてもらったりとか、ね、お届けしてますけど、うん、まあ僕ご本人さんと直接会わせていただいた、はい、今回初めてで、ね、はい、なんかねすごいねめっちゃ優しい方だった、うん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 、なんかこうもうちょっとこうね、あの怖いかなってい う、 こうちょっと怖表かなみたいなイメージあるじゃないですか、うん、まあ、風貌とあのガタイと見た感じっていうね、はいはいはい、ところで言うと、うん、でまあまあ僕らは言っても、うん、まあ中山世代だから同じぐらいの僕ら世代からすると、うんうん、まあ、まあバリバリのジョイさんを見てたわけですよ、そうですね、海外にいらっしゃった時の頃の、うんうん、そのバリバリの時代を見てる僕らからすると、うん、めちゃめちゃとんがってる方にも、まあ、そういうイメージもあった怖い人じゃないかなって、うん、まあ、もちろんそのね、あのまあなんていうの、そういう世界でこうものを教える教わるっていうのはそういう世界だからね、うん、言ったらそれはさ怒ることもあれば、うん、厳しくっていう世界ですから、うん、それはそうなんだけれども、やっぱりなんかさそういうちょっと怖いっていうねイメージがすごくあったんだけど、全くそんなことなくて、なんか本当にほわっと包んでくれるような温かい感じでね、うん、ね、よく来てくれましたねみたいな感じから入ってくれて、ね、僕からすると、あれってちょっと全然イメージ違うなっていう、うん、感じの中で、もう本当になんかね、お話ししてて、初めて会った感覚じゃない感覚っていうのが、みんなそれ言いますね。なんかね、うん、あれ、前からなんか普通に会ってて、なんとかお話ししたことあるようなぐらいのなんか感じでふわっと入ってくれるんで、うん、ものすごくなんかこう構える必要がないっていうのも、はいはいはい、最初はこっちもね構えてっていうところはあるじゃない、うん、でもスッと入ってきてくれるっていうことね、うん、なんかすごくねとっつきやすいというか、なるほどね、うん、なんかいろいろお話ししやすい環境をなんかジョージさんの方から作ってくれるみたいな、うん、そんなイメージがすごくありましたね、うん、今回僕ジョージさんのイメージとしてね、うんうん、でもずっとあれでしょ、若い時からまあ中谷なんかはジョージさんと一緒にいて、うん、どうですか、うん、そうですね、やっぱりね、なんていうのかな、いやもうね毎日やっぱりそのもう何ていうのかな、もう生活スタイルがもうアーティストなんですよ、あ、はい、だから、
うん、だからその常になんかそういうなんか面白いこととか考えてるはるし、で僕らでもまあ恥ずかしながらねこう分からん部分とかもこの年でもまあ正直に、うん、こういう場合どうですかって言ったら、うん、普通にもうなんていうんかきちんと説明してくれるし、だからなんていうのかな、やっぱりそういうところはね、すごいなと思いますね、うん、まあ、なんかね、その、まあ、特殊メイクの世界で、まあ、そうやって巨匠と言われてね、うん、まあ、トップでやっていて、で、まあ、言ったらね、歌も歌ってたから、いろいろ、他のこともいろいろね、やられてますよね、結構本当に多彩ですよ、ね、だからライブのね、映像も今回ね、その会場で、うん、はい、流してくれたりとかしてて、ね、それもちょっと、ね、僕も見させてもらって、うん、そうそう、だから僕もあれね、ちょうどそのオンタイムでね、見てたライブでもあるんですけど、うん、はいはい、20年前ってそうそう、綺麗にでも残ってましたね、あの、うん、音とかもすごい、ね、ちゃんと映像もね、うん、それなりにね、見れる映像でね、ししちゃんとありました、はいはい、で僕もだ終わった後に女優さんに聞いたんですよ、うん、でどうでしたって俺の方に来たから、うん、いやいやすっげえかっこよかったっすって言ったら、うん、これ何歳ぐらいの時ですかって、いやもう20年ぐらい前かな、いやこれ俺リアルタイムで生で見てみたいライブですよね、うん、本当にっていう話をしたら、いやもうさすがにこれはできねえなとは言ってたけど、でもね、あの全然そんな感じでもなく20年経った今でもなんか全然、やれそうなぐらいのね、うん、なんか全然パワーをね持ってることですよね。僕はあのジョージさんのあのライブでラムシュタインのあの曲を聴いて、それでラムシュタイン聴くようになったりとか、ね、しましたしね、うんうん、だから映像もね、面白い映像も作ってたりとかね、うん、今回映像流れてたりとか、うん、だからまあ会場の方では、うん、そういうのも流すのはずっと毎回やってるのか、毎回いろんなことをそう、まあ平日とか土日そのトークショーもありますしね、うん、あのいろんなゲストの方で来てトークしたり、はい、あとジョージさんの、あのライブのスカルプティングもありますし、うん、今言ったみたいにそのライブの映像とか、はいはい、あとまあボーイン・ザ・ボックスの映画とか、あのメイキングもめっちゃおもろいんですよ、あ、なんか関西版バージョンとか、ね、関西弁に直したやつ、そういうのもね、言ってました、流れてるんで、まあその辺は日によってちょっとあの、ね、いろいろ違うんですけど、ね、まああのこれね、1回行って全部その理解できるかって言ったら多分ね、2回3回行かないとね、うん、だから本当にそれはそれだけ点数多いし、うん、あの一個一個の写真がものすごく細かいんですよ、そうですね、うん、だからそれ全部ね、モニターもあれ何台ぐらい置いてるかな、結構置いてる、結構ありましたね、だからそういう映像とか見てたらね、うん、もう時間がないくらあっても足りひんので、うん、まあ、2回3回と足運んでもらいたいなと思うんですけど、うん、でまずまあね、そこをじゃあその中身なんですけど、これまだ9月の16日までやってますから、もうそう全部ドンと流せないですよ、うん、一応ここで、ここで流しちゃうわけか、全部ずっとね、あの流すわけにいかへんので、ある程度ちょっと端折った部分と、まあね、でまあジョージさんのそのまあちょっとトークショーの部分と、うん、あと百武くんって僕らのね、同業の百武くんとの、まあ、トークの部分とかをちょっとあのつまんで、はい、見ていただきたいなと思いますので、はい、そしたらまあとりあえずそっち先見てもらいましょうかね、そうですね、はい、はい、じゃあ、スクリーミングマッドジョージ展、そしてトークショーの模様を少し、お見せしますのでご覧ください、どうぞ、いってらっしゃい、何十年という、はい、その
作品の塊でございます。非常に楽しいものがいっぱいありますよ。はい、片目で見たい、ね、はい、動いてみたい、ね、そういう感じで、いろいろと見ていくことによって新たな発見があるというね、はい、それをね、もっと身をもって楽しんでいただきたいですね。はい、特殊原子核アートショーでございます。はい、スクリーミングマンジョジョージでした。なんですごい。そんな要素も聞いた。書くの大変やん。もうぐらい聞いてる。見てない。見てないよ。見てない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 。Come on!
はい、ようこそ、個展の方に来ていただいてありがとうございます。やっぱり日本で作品を売るとなるとどうしてもこうこじんまりしたものになってしまいます。僕厳重神話展っていう、東京でやってるね、グループ展がありまして、寺田克也さんとか、それもはじめさんとかそういう方たちも一緒になってすごいこうイラストレーションメインで、やっているんですけど、あとはそこに、マンタムさんっていう純粋芸術系のまた映画美術の方ですごいこうハードコアなゴス系のね、カリチャー的なやつを作ってる方がいてて、その2つのね、やつがありましてね。でもう一つその中で、球体関節人形であるとか、まあ、割とそのゴス系のね立体作品がかなりあるんですよ。でまあ僕はそれを主催しているのが、海田裕二さんっていう、まあ、怪獣絵描きと言われるゴジラとかそういったものも描いてある人なんですよね。でまあ僕が4年前になるんですかね、はい、そこから初めて最初に赤ん坊のやつを出したんですね。はい、まあ一番毛色が変わってますよね。はい、でそれから次に何ですか、超現物という頭がバーッと回るんですけど、女の人の頭とか、避けたようになって、そうあれやつですね。あれがその次にあって、で去年は最終的に最後の、ね、超現人と幻覚箱ってやつですね。はい、まあ、そのように僕 の, その、まあ、純粋芸術として、作っていくものを、そのショーでね、作らせていただいて、今年も、一応一作そっちが行ってるんですね。で今年からまた別に、神保町ブンダーカンマーというまたアートショーがありまして、そこもグループ展なんですけど、どちらかというと博物館系の人たちの、作品が多くて、で僕今回作ったの2点ありまして、それがその辺そのグループ展が終わったらこっちに戻ってきますので、はい、多分20日以降ですね、ここでまた展示、プラスアルファでやります。はい、一つはブンダーカンマの方に出してやって、何ですか、何だったっけ、自分のタイトルすぐ忘れるんですけど、深海女っていう深海の女性とかですね。で今回やったのは、まあ、フィギュアになるんですけども、その一つ人魚のようなタイプのデザインをして、その中の骸骨ですね、骸骨を先に彫刻するんですけども、その中の内臓とかも全部作って、でその外をですね、その外皮を、クリアなエポキシーで、それをまた女性の形でかたどったんですね。それがその外皮になって、それをこう一体になってるんですけども、非常にこうなんていうんですか、クリア の肌っていうのがすごく面白くて、これから活用していきたいなとはまた思ってます。まあ、それもまた来るとき楽しみにしてください。それとあともう一つはハンドドッグというまた、まあ、僕の中ではおなじみの手頭くんがありますよね。今回は平面で活かしてくださいと、これまでずっと立体作品やったので今回平面でいきますよって言って、でもただの平面じゃないですね、やはりキャンバス3枚がこうくっついてるっていう立体やんっていう感じのやつなんですけども、それがよく見ると思うんですけど、それもネガティブなオツイリュージョンの形になります、なのでそこに描かれてるものがハンドドッグ手頭の犬くんなんですけども、こうちょっとこう横に歩いてくるとずっとまたこう顔がこうついていくという、はい、今度は平面であるのにそれになっていくっていう、まあ、そういう作品ですね。はい、なのでちょっとそれはこれまでの、テクニックとまた似たようなテクニックにはなりますけども、もともと平面の
技術がメインだったんですよね、それはね。でその中で僕はできるだけその平面の、トリックアートを、立体でできるだけやっていこうっていう試みをずっとやってます。これ18の時に作ったやつですね。あの6畳のところで FRP やって、もう2週間ぐらい寝てて体が痒くなった。痒かったです。部屋の中でポリやって、もう下が絨毯だったんで、その時それはあかん、最悪でしたね。まあでもなんかいいなと思って作っちゃうんです。でこれジョージさんのやつですね。これ面白いですもんね。これね、見たことないですね。新庄さんもやってましたもんね。やったんですよね、はい。これもこれ宝島の記事のやつですよ。こうフットドッグとね、うん、ハンドフラワーと、あの睨んで叫んでをこうやった時の、あの、まあ、あの全面広告に近い、ね、はい、はい、これがあのソフビで作られたんですよ。でところがですね、うん、ほら怒ってるでしょ。怒ってるんですかこれ、はい、怒ってる、これ、ね、これ決めてるんじゃないですか。これ決めてるんじゃない、決めてる、怒ってるんですかこれ。あのマックスファクトリーっていうところでねやってもらったんで、初めて知った、怒ってる、はい。1年遅れ、納品1年遅れって信じられる？いやあのね、きっとあれだったんですよ、僕のデザインやから下手なことできへんっていうのがあって、なんかすごいやり直しやり直しをしすぎて、いや納品配をしてほしいんだけど1年遅れるのはちょっとねありえへんかったんですよね。あの皆さん、ここから映ってるやつ、写真撮影もちょっとノート、あと喋ったことあるんで、ここだけにしてくださいね。あ、撮ってことです。あの、ジョージさんがとんでもないこと喋ったとしても、忘れてください。そう、とんでもないこと喋る。あの、ここだけの話じゃないんで。で、これ、あの実はあの、ソフビ担当した小林さんとか、僕、知り合いなんですけど、はい、やっぱりすごい大変だったって言ってました。このつなぎ目とかが、やっぱり、はいはい、あの自然にするやつとか、接合面がやっぱ大変だったって言ってたので、あ、やっぱりね。この時、ちょうどスティーブさんのガイバーとジョージさんのこのキャラクターあったんですけど、やっぱり緊張感半端なかったって言ってたので、許しやってくださいね。僕は許しますよ。そんだけ大変だったのに。緊張感、怒ってるんですね。いや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 、初めて知りました、怒ってるの。いやいやいや、その写真が怒ってるな。でこれ当時あの宝島に出てた、はい、こんなそのホームページの宣伝ですよ。でここで売り始めたオリジナルマッドウォッチ、あ、これですね。これ買いましたよ、泣けなしの金で、はい、ジョージ君から。あ、ジョージ君、そうですよ。作んないといけないんですよ。これがですね、当時本で見たときに土井さんが一言、あの悪い子だけ買ってくださいって書いてあるんですよ。あのいい子は買わなくていいんですって言って、とんでもない人が現れたなと。そんな人いるのって思って、悪い子大体お金ないんで誰が買うのとか思いながら、でも俺お金貯めてました。えらい、はい、こんなのがありました。悪い子だけしか買えないキャラクターです。これはで、これがあの宝島でX のライブの時のやつですよね、はい、特集したんですよ、宝島で。宝島って昔面白かったんですよ。すごいもうバンドからいろいろ特集されてて、そうですね。これなんかあのね、僕ら空飛ぶ変なあの、うん、あのライトの頭のエンジェルも作れるって言われて、ああ、で そのエンジェルのところにヒデが喜んで遊んでるんですよ、とか言って素晴らしい。この時に18時だったんですけど、携帯がない時だったんで、ジョージさんがなんと夏休みに留守電に入れてくれたんですよ。あの手伝いに来ないかと。俺はもう手伝いに行きたいって言ったら、手伝いに来ないかと留守電に言ったら、俺岩手に帰ってたんですよ。この時行けなかったんですよ。これがもう悔しくてもう金払ってエクソのライブ行きましたもん。あ、そうね。これはもうねえ、でも超もう取れないぐらいの時だったんですもんね、この時は。もう、うん、こんな目玉作っちゃうんですよ。もう血管、血管がある。あの世界一目玉を作るの大好きなおじちゃんですけど、ね、目玉作るの大好き、血管大好き。これちょっと余談ですけど、沖縄に一緒にロケ行った時に、ジョイさんずっとこういう感じで喋ってるんですけど、俺あのまあ、岩手出身で、隣であの静かに笑ったんですよ。はははって、もう付き合ってもう15年ぐらい経った時だと思うんですけど、ジョイさんが小さな声で、
なんで突っ込んでくんないんだろうなって俺に言って俺突っ込み方が分かんないなって思いながらすいませんって言ったのを覚えてますいやいやいや、でも見事ですけど、もう本当に片方だけコンタクト入れるって言ったの。あ、そうだよね。はい、漫才の先ですよ、これは。いや、こんな面白いことやるんですよ、もう。思いつかないし、思いついたとしてもこのクオリティにならないですよ、なかなか。それはちょっと北海道な感じとか、そうですね。やっぱりこう、常に全部一緒だと面白くない。お客さんが、そこでパフォーマンスやってってみんな言うと、やり始めちゃう。お酒一滴も飲んでないんですよ、これ。やってって言ってやっちゃうんですよ。すごかったです。で、これ、さっきの、出発する前です。で、リサさんのおっぱいの中に、目玉のおっぱいが入ってます。そうですね。油絵ですね。うん。これ、普通にライブ会場でこう、ペロンってやって、みんなキャーってなるじゃないですか。こんなことやってます。こんな悪いことやってます。これ。悪いこと。この目がなんかすごいいいですよね、これ。ましたよね。一番近いの。シーンがちょっと足りてない。いやそれは面白い。で、そのあんたが最近こういうのでやってる、特殊スタイリストというのは、それは一体どういう感じのことなのかとか、新しい言葉やなと。皆さん特殊スタイリストって興味あります？ないかな。なんだろうと思ってるかもしれないですけど、上司さんたちの時代の時っていうのはキャラクターデザイン特殊メイクの人結構メインでできたんですけど、俺もそうだし、次の世代が任され仕事になる、任され仕事になるってことはハリウッド行ってないとダメなレベルになるんです。絶対上手くないと、半端なく上手くなってダメなんですよ。骨格とか、上手いのは重要ですよ。でも何度も言いますけど、センスは別なんですよ。その骨格が上手い人でもセンスがない人は分かるんですよ。俺は女優さんはセンスがあるんですよ。ない人っているんですよ、上手くても。だからセンスは磨いた方がいいんですよ。それはいっぱい作品見ることなんですよね。うん。で、女優さんは戦ってきて結果を出してるからすごいんですよ、やっぱり。で、僕らの世代はやばいんですよ、戦わない。そこは分からへんよね、今の日本の特殊メイク状況っていうか。個人的感想だと、ジョージさんたちがスーパースターすぎて、ジョージさんの見てたものは、例えばダリとかの古典とかアート、全然普遍的なものを見てきた人なんですよ。で、自分たちはその生み出したお菓子を見て、影響を受けた人たちなんですよ。ってことは、ジョージさんを超えられないんですよ。多くの人たちが、俺らの世代たちは。どっかで見たなっていうのはそこなんですよ。で、そのためには、ジョージさんのものを見た上で、違うアートのものとか自然のものを見ないと超えられないんですよ。それか、見方を変えないと。で、すごい、みんながすごくないなとか、使えないなと思うのはそこなんですよ。で、そうなると次の世代が、すごい、僕らよりも20ぐらいとか10違う世代の方が爆発的なことをやる可能性はあるなと思ったんですよ。だってそれは影響を受けてないからなんですよ。うんうん、知らない分とか全然分かんないことをやってるっていうか、そう、子供つかなかったそう。で、うちらのモヤモヤ世代が超えられちゃうんですよ、あっという間に。だからみんなもがいてる人多いんですよ、うちらの世代は。そろそろ時間らしいね。はい。本当にまた、あとね、もし個人的にちょっと聞きたいことがあったら、もうちょっとうろうろしてる感じで、はい、すいません、ちょっと待ってちょっとね、まあきっちり1時間ぐらいしましたね。はい、はい、なので、今日のトークショーこういう感じで、また目指していただきますけれども、ね、はい、あとなんかちょっとお話ししたかったら、うろうろしてはるんで、はい、はい、そういう感じです。どうもありがとうございました。
はいはい、おかえりなさい。ということでね、まあ、見てきていただきました。さすがですよ。ね、でまあまあ本当にこれ一部ですからね、うん、今のは。だからまだまだ ありますし、はい、うん、本当はね、もうそれはもうきっちり撮りたいですよ、全部見せないですよ。まだやってますからね。そう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 。でまあこれはでもやっぱり、まあ、僕も行ってきたら言いますけど、うん、やっぱまあまあね、こうやって映像で見るよりは、うん、やっぱり実物でちゃんと、うん、あのね、見てほしい。もうなんていうのかな、この距離で、まあ一切あの、うん、なんていうか立ち入り禁止区域がないんで、ないんだよね。だからもうこの距離で見れるから、うん、その細かいなんていうか色味とか ね、あのまあこう、うん、血管のラインとか ね全部、まあ、本当に近くで見れますからね。ジョージさんテイストがね、ふんだんに盛り込まれてますから ね、はい、絶対にこれは本当に行ってほしいなと思いますよ、うん、はい、うん、もうでも僕思いましたよ、あんなあの、まあ、中学生ぐらいの頃から、うん、こう絵がね、そう落書き程度で描いてるとこからもうすでにうまいですからね。そう、もうなんかね、まあ、恥ずかしくなるぐらい僕はあの本当に、ね、あの今回で、ね、ものすごく勉強になったなって思うことがいっぱいあって、うん、だからもう本当にジョージさんのね、今回行ってね、その入り口から入っていって出口までの間に、うん、本当にジョージさんのその生き様が全てそこにあるっていうような、本当にそんなんですよ。だからもう入っていって学生の時に描いてた絵っていう、まあもちろん僕らと全くレベル違いますけど、そういうものが貼られてて、でわすごいなっていうところから行って、ずっと入っていくとね、このあのもう何海外でやってた時のね写真だったり、そういう作品がっていうのがずっと並んでいってっていう、だからなんか本当にジョージさんがずっと今まで生きてきて、こうね、自分が体験して仕事としてやってきたことがずっとね、あの順番に見ていけるような、あの本当にだから もうね、思いましたよ。僕が死んだ時に、まあ、例えば自分のね、うん、作品をそんななんて並べられるかって言うとさ自分の生き様はそこには並ばないだろうなって思った時に、やっぱりすごい人なんだなって、ね、天才なんだなっていうのは本当に感じました。だからもう本当ね、なんかね、まあ、僕はもうこの年ですけれども、うん、だけどやっぱりまあ勉強をせっかくさせていただいたんで、この年からでもまあ、まあまだね、そういうふうにね、そうそうそう、自分の生き様をね、うん、並べられるように ね何かちゃんとやろうっていうのも変だけど、やっていこうかなとも思ったし、うん、まだまだこれからその制作していく部分で ね、参考になるのはいっぱいあったと思いますからね。だから中谷にも言ったんですけどね、うん、まあ、ジョージさんがね、バンドさんとかの PV とかを撮ったりするじゃないですか、うん、でその時の絵コンテが飾られてたんですよ、うん、でその絵コンテを見た時に、いやー俺中谷本当になんか申し訳ないと、俺今まで絵コンテとかみんなに「はいこれでよろしく」って言ってたけど、すっげえ適当に描いてた、これでも明るい超ぐらいのこんな感じみたいので描いてたんだけど、本当に今回ね、絵コンテ見た時にね、本当に、ね、誰が見ても確実に分かるような完璧なね、その絵コンテだったんですよ、うん、それ本当に、ね、反省した俺、うん、まあ、こうやって仕事って一つ一つ大切にきっちりやっていくことで、うん、やっぱりその自分の生き様っていうのがそこに、一つの作品の中に自分の魂をね、ちゃんとそこに入れていくっていうことってこういうことなんだなっていうのが僕は本当に思ったね。だからなんか作品が出来上がって、ほらこれでいいでしょ、良かったでしょっていうんじゃなくて、その作品ももちろんなんだけれども、うん、その作品を作る、ね、過程の段階ね、過程の段階もね、うん、完璧にちゃんと妥協なく自分がきっちりと魂を入れていってるっていうのをものすごく感じたんですよ、うん、だからね、この年になってすごい恥ずかしかった、うん、俺本当にね、今回はね、いや、まあ、恥ずかしいだ俺って思ったよ、うん、本当に。だそれぐらいやっぱりパーフェクトな仕事っていうかね、うん、だからまあ本当にね、仕事、一つの仕事を大切にしてるんだろうなって思いました、うん、だからその作品がそれだけちゃんとね、昔の学生時代のものから手元に残っていくっていうこと自体が、うん、そうですね、そうなんでしょうね、うん、一つのことを本当に真剣に大切に大切にっていうふうにやってるから、ああやって作品が残ってくるんですね。だから僕らは DVD とかね、 CD とかは作品としてそれは残るけど、それ以外のものって捨てちゃう俺らが、うん、あのもう
こんな譜面とかもいらねえっしょみたいなさ、もうまたどうせ作んなきゃなんねえんだから、こんなパソコンに残しておいたらもうパソコン重たくなっちゃうからこれいらないやなんつって、そんなことをやってる自分が恥ずかしいなと思いましたよ。やっぱりそういうものをちゃんときっちり残していって ね、 そうですね、ちゃんとその一つの作品っていうものの思い入れとか、うん、っていうことをちゃんとああやってね、うん、形で皆さんが見て誰が見ても分かるようにそうそう、ね、ちゃんと残していってるっていうのがね、うん、僕すごいなと思った。そんなんなかなかね、うん、残せないですよ、うん、ね、だから本当に作品に対しての思い入れ、自分の何だろう、大事にしているっていうものを感じたし、うん、で本当にあの多分ね、物を作ってる人たちであればきっと誰もがあそこに行ってこう順番に回っていく中で、うん、まあ、自分と置き換えてみたらおしまいだな、うん、もし自分が、ね、今までいろいろやってきたなんて言っていても、うん、あそこで女優さんの作品を見ながらずっと回りながら、うん、じゃあ俺が今までの作品こうやって並べられるのかなと思ったら本当にね、違うと思うよ、ね、だからやっぱりなんかすごくそのもちろん作品とかいろんなことでのその女優さんっていう大きさっていうものの、もちろん勉強とかもさせてもらったけど、うんうん、それ以上になんかすごいね、なんか魂の部分っていうのかな、女優さんが一つ一つの仕事に対しての向き合い方みたいなものをドーンってねもらったような、うんうん、それはすごく今回感じた。そうで、直接ご本人とお話をした時に、うん、あ、やっぱりそういう人なんだっていうのはすごく感じます。なんかやっぱり余裕はありますよね。ありますあります、うん、で、作品作ってる途中途中の写真でも、うん、めっちゃ楽しそうにやってる表情です、うん、ばっかりじゃないですか、うん、なんかこう辛そうとか、うん、しかめ面でやってるようなの写真が、うん、ないもんね、一切ないですからね、すごい楽しんでるなっていう、本当にね、もう好きなことを、うん、毎日やれてる自分がいて、うん、でもそれがちゃんと仕事になっていてみたいな、なんかね、やっぱり好きなね、俺ね、これちょっとね、どうなんか言っていいのかわかんないけど、ね、たまたまね、あの、まあ、グッズこういうのとかね、販売されてるわけですよ、うん、でグッズコーナーに、まあ、全部がね、大体ね、あのイベントが終わって、イベントが終わった後にイベントをね、たまたま見に来てた女の子がいたの、うん、女の子、2人組の女の子がいて、でその子がね、あの女医さんにね、悩んでるんですっていうのを、そのポスターを買ってでサインしてくれるわけですよ、うん、女医さんがいる日はね、うん、でその日はバーッとサインしてもらえる、うん、女医さん会えてよかったです、私本当は特殊メイクすごいやりたかったんだけど、うん、その 入る勇気がなかった、怖かった、うん、だからあの私は今は普通に OL やってます、でも OL やりながら未だに悩んでる、うん、で今じゃあなんかやりたいことないのって女医さんがちらっと聞いた、ただ今はまあ特殊メイクはもう今からだとあれだけれども、まあそういうなんていうかネイルアウトっていうのが今ね、ネイルアウトの方でそういったまあちょっとね、あのものを生かしてで、あのやってみたいっていうふうに思っているんだけれども、だけどやっぱりそれで食べていくとかね、それでお店を出すっていうだけの自分もその勇気がないから、だから悩みながら毎日 OL やってるんですって言った時にめっちゃニコって笑いながら、やりたいでしょ、やればいいじゃんって言ったんだよね、うん、その時に本当にその通りだね、僕らもそうだし中山もそうなんだけど、うん、やりたいでしょってみんなに言ってるよね、うん、やりたきゃやりゃいいんだよ、まあね、いや俺もそうやけど、そういう相談はまあいい、もう毎日でも受けてますよそうだよね、うん、でもなんかやっぱりでもそう言いますよ、だ、ね、あのまあ別にね、それでね、生活うんぬんというじゃなくて、うん、まあ、うん、悩んでるんやったらさ、いまだに。そう、嫌なことを一生懸命嫌だと思ってやってるぐらいだったらね。1年なり2年なりね、そやればいいんだよ。顔作ってやってみたらいいじゃないですか。ね。で、ダメならダメでさ、うん、だって次にやればいい、うん。そこ、その時は多分諦めがつくと思うよね。だから、うん、やっぱり、ね、僕ね、僕の言い方はね、うん、もちろんそう言ってさ、女医さんの言い方ってすごくこうね、その女の子もそうだけど、バンってね、包み込むような、やればいいじゃん、
やってみればいいさって、うん、その言い方がものすごく、まあ、温かいし、やってる、やった人だからこそ言えることだよねっていうのを感じるんだよね。多分だからね、その分かんないですよ、ジョージさんどういうその意図でそういう発言をしたか、ね、でも僕もまあ大体同じようなこと言うんです、うん、で別にそれは別に そこ一応やってみて、うん、そうしたらやっぱりそのなんていうのかな、しんどさも分かるし、うん、楽しさもまた改めて分かるだろうし、でそれをやることによってまた新しい世界が開くかも分からへんし、ね、うん、やっぱりそこの可能性の部分ですよ ね、 うん、だからやっぱりさ、僕らなら言い方としては、うん、まあ、そうやってなんか優しく包む言い方にはならないんだけど、僕の場合はね、うん、僕の場合はどっぷり疲れよっていうの、まあね、ね、そんなのね、うん、なんか首だけ出してんじゃなくて、どっぷり使っちゃいなさい、その世界に、まずは、うん、で使って必死にやってダメな時はもうしょうがないじゃん、次のこと考えるなり、自分に他に向いてるものもあるかもしれない、向き不向きだって人間あるわけだから、やりたくたってできないことだってあるわけで、だから一回まずずっぽり疲れよって、うん、なんでって、だって疲らずにやめてったら絶対ずっと後ろ髪引かれるで、そうそうそう、うん、まあ、引かれ、まあ、僕はそう思いますけどね、引かれなくなるまでずっぽりやりなって、うん、それでもダメなら考えようって、その時は相談すれば何か考えるよみんな一緒にっていうことじゃない、うん、まあね、なんかそういうやっぱり頑張ってる姿を俺らはってやっぱね見ててね、そいつがさ相談してきた時にさ、知らねえよとは言わないよね、うん、それはさ、その時は真剣にこっちも悩むし、真剣に一緒にもの考えるんだからさ、やっぱりなんか何でもかんでも自分でやってみて適当に結論出しちゃうんじゃなくて、ちゃんとやってみてその姿を見せて、やっぱりね、周り一緒にやってる周りの人間が、いやもうここまでやったら限界だよなって答えを出すんだったら分かるけど、本人がダメだこれだ、もうこれ以上でなんていうのは、絶対にそれって本当に最後の最後の結果が結論じゃないと思うよ、うん、だからやっぱり自分で結論出すよりはまず使ってみる、どっぷりやってみる、で周りの人たちに相談した時に、自分のね目上の人たちに相談した時に、その人が何て言うかでね、お前まだまだこれからだよって言われるんだったらまだ目があるってことだよね、でもそうじゃないなって、まあ俺もお前と一緒にずっと頑張って、ね、走ってみたけど、答え的にはまあ限界は感じてるかなって言うんであれば、じゃあ次どうしようかっていう話にもなるんだろうし、やっぱそこはね、自分で結論出したら ね、もったいないなって僕は思うんで、うん、でもまずはやらなきゃ始まらない、そうね、そのやっぱりまあ、まあやりたいからってそういう学校に行ったりとか、うん、まあ師匠みたいな人を見つけてそこにね、うん、入れたりとか、それだけでもまあ言うたらそうラッキーじゃないですか、なかなかそれがね、うん、だってやりたいからってみんながみんなできるわけじゃなくて、そう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 、入れること自体がもうね、うん、だって全員が全員そうなるわけじゃないんだからね、うん、だからそれができたら本当によって他の人よりは幸せだと思わないとね、うんうん、だからやっぱりいつもやっぱりね、何かに感謝してる気持ちっていうのが大事なのかなって思うんですよね、自分のためだけに何かをやってると思うとやっぱりしんどくなるし、なんかもう見えてこなくなるものもいっぱいあるけど、だけどなんか必ず誰かってさ迷惑かけてるわけで、生きてればで絶対に人には迷惑かかってるわけで、やっぱりそれね、迷惑かかってる人に対して自分がいつもね、ありがとうっていう気持ち、なんかこう感謝してる気持ちっていう中で、やっぱり自分のやりたいことをやらせてもらってるんだって思えば、やっぱりさ、そうやって自分が好きなことをやってるために、まあ、迷惑かけてる人たちがいるんだったら、やっぱり自分がその好きなことをやってることで成功させて恩返しするっていう、そういう気持ちで頑張った方が、自分のために何かをやるんじゃなくて、自分が迷惑かけてる人たちに、俺はこれを選んだんだから、これで必ず成功してみんなにちゃんと恩返しをするんだっていう気持ちで頑張れば、なんかね、あのちょっとね、同じ頑張るにしてもちょっと違うような気がするな、まあね、しんどさがね、ただまあほんまでもね、あのあれですよ、生半可で表坊ちゃ困るんですよ、そうそう、だからそれが半端な気持ちにやってたら、やるんやったらやるそうだから、なんかね、そう腹くくれって言うんだけど、ただそのね、難しいのはさ、腹くくれよっつって、うん、俺と中山の腹のくくり方が例えばこれだったとするじゃん、うん、でじゃあ一緒に何かやろうぜ、腹くくって俺たちも、うん、って言った時に、その
当事者がさ、腹くくったって言ってんのに、これだけしかくくってなかったら、この差があるわけだから、まあ、俺らはこの、ね、腹のくくり方で物をやるわけで、そうついてこれなくなってくんだよ、ここまでの腹のくくり方のやつっていうのは。だから、やっぱ俺らとなんか例えばやろうぜって言ったときに、俺はこっちはもう腹くくったぜ、今回って言って、ここまで腹くくってんだったら、その当事者なり周りの人間も同じところまでの腹のくくり方をしてくれないと、なかなか足並みも揃わなかったりとか、うん、同じ方向に足が向かなかったりするっていうのがあるんだね、うん、だからやっぱりその辺のね、そのねくくり方はありますよ、それ極めようとするわけですから、うん、だから普通に生活してて極まるわけがないじゃないですか、まあまあそうね、やっぱりその人1倍2倍の努力と、うん、ね、だからまああれですよ、帰って友達と飲みに行ってとか普通にしてる中で学んでるうちは多分絶対に芽が出ないですから、ね、だからね、ジョージさんがその子に言ってたのが、うん、食べようと思ってやる必要ないじゃん、うん、ご飯を食べようと思ってその仕事をする必要ない、まあ、だからその、ね、ご飯を食べる術っていうのはまあ他にもね、見つけようと思ったら見つけれるかもわかんないです、ね、うん、ただでもやっぱりまあほんまにそれでね極めていこうと思ったら、やっぱりもうがっつりやっぱりそこに集中して勉強してある一定の期間はね、まあ、やっちゃうしかないんですよ、うん、その世界、そこの部分は、うん、しんどいかもわかんないですけどね、うん、その食うのもしんどいし、時間もね、寝る時間もなかったりとかいうのも、でもまあそれがずっと続くわけじゃないんで、まあね、うん、徐々にやっぱり余裕が できてくるからね、なんかね、でもほらこう どっちかっていうとこう大事、俺も中谷さんもそういう世界に今もずっと浸かり続けていて、だからもうバカだからそういうの言えるんですよ、うん、普通の人だったらやっぱそれビビっちゃうのも分かるし、うん、怖いって言うのも分かるんですよ、まあね、分かるんだけどね、だけどまあ俺らもそういうのも考えずにもうやるって決めたらやっちゃうし、もうこうなるんだって決めたら誰が何と言うとそうなるって思ってやってるから、だってそれ以外のこと考えてないですよ、だからただのバカなんですよ、だから普通の人がね、だって OL やっててね、自分で商売やるとか何かやるっていうのはそれは度胸もいるだろうし、うん、そこにボンって入っていくのもね、躊躇するっていうのもそれもすごいよくわかる、だけど、うん、やっぱりまずやる、まず本当にやりたいならね、別にやりたくないのは別だけど、うん、本当にやりたいんだったら、本当にやりたいと思うんだったらまず一歩入れる、足を入れて、うん、でそこからね、本当に浸かる、で、まあ、女優さんも言ってたけど、それで飯を食えるって思ってやるんじゃなくて、まずやっていく中で金がついてくるよって、うん、これね、誰に聞いても言うよ、この商売をずっと続けてる人に聞くと、うんうん、最初からね、大金持ちになったねんってやってるやつだって、なかなかそうそうね、いなくて。食えなくて当たり前ぐらいのノリでやってるやつらって、だん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 それが長くなればなるほど、自然に食えているようになって、まあ、なんでそれだけその世界に通ずる人の仲間ができてくるわけですから ね、だからやっぱりそんだけ長くやる、だからやっぱり長くやることって大事だし、うん、だやっぱりそこってね、ものすごく僕は大事だと思います。まあやっぱり認められようと思ったら、うん、ある程度やってないと、うん、そうそう、1年2年やってます言うて、うん、その人にね仕事本じゃボンドンと振ってくれるかっていうところですよ、ね、だからね、僕もやっぱね、かなりのバイトはやってきたけど、うん、だから結構ね、僕はね、自分のこういう仕事をやってて、どちらかっていうとバイトもこういう仕事に精通するバイトをやってってた、うん、でそこは僕がちょっとビビりなところがあって、うん、やっぱりこの業界から全く離れて違うバイトをやっちゃったら、俺多分そっちのぬるま湯に使っちゃって、うん、きっとこっちに戻ってこなくなっちゃうんじゃねえかって俺がいたりもして、切り替えがちゃんとできればいいですけどね。でもなんかね、どっかでやっぱ自分がなんかこう離れていくと、もう本当にどん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 ここにいれば、いろんなね、今のいろんなもの、だから特殊メイクとかで言えばね、だって新しいさ材料やらなんやらってどん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 出てくるわけで、いない間にそんなのどんどん出てきたら分かんないわ、まあ、終わっちゃうわけじゃん、気づかねえで、あれここの1年間俺他でバイトしてたからこの材料分かんねえやとかさ、どうやって使うのか分かんねえやみたいなんで終わっちゃうわけじゃん。でそういうのが俺はものすごく怖くて、うん、だからまずそのちょっとでも片足でもその業界に、ね、そう足を入れておきながら、こっちで、まあ、こっちで食うためのね、うん、仕事をしながらとかっていう、なんかやっぱね、そういうのはちょっとね、
でもまあ昔に比べたら今の方がね、まあまあそれは正規のねあれではないですけど、うん、まあアルバイトとかなんていうのかな、その正規雇用ではないけどアルバイト的な部分で昔に比べたらでも自分がやりたいことに近いものに行きやすい環境ではありますよ、うん、まあまあそうですよね、うん、職種も多くなってるし、うん、だから僕あれでした、舞台照明とか、うん、そういう舞台のものの仕事をしてた時にもう食えないで、うん、その毎日毎日仕事あるわけじゃないし、うん、照明屋さんなんてね、でやっぱその間どうしようかなって言った時に日生劇場でお茶の売り子のバイトしたんですよ、うん、だからお茶ね幕まで幕の間に休憩入るでしょ、うん、でその間にドーンってこう客がみんな出てくるんですよ、うん、一斉にで一斉に出てきてみんなお茶買っていく、お茶とか飲み物買っていくわけ、そこでもう本当にものの15分とかのね間でもう何千本とか売るわけよ、みんな何十人ものスタッフでバーってで何何つか開けていくのですってこうやってこうやってそんなこともやって、でもそんなもね、だからね面白かったのがそんなんやってると結構有名な、まあ、野田さんとかね、うん、竹下さんとか、うん、あの辺のなんかいろんな女優さんたちとかね、うん、もう俳優さんたちのでっかい劇団とかがあるでしょ、ああいうとこもまあね日生劇場だからねボンってや公演するわけですよ、うん、とね最終日になんか打ち上げみたいな、はいはいはい、とね僕らも招待してくれるの、うん、そんなもうアルバイトの僕らをお茶を売ったりするだけのような人たちも、うん、とねそこに行くとなんかまあビンゴゲームでさなんか商品もらえたりとかさ、うん、いろいろするわけさ、東京結構それでね打ち上げ多いんだ、そうそうそう、大阪あんまないっすよ、結構だってそういいもんくれるんだね当たりとかすると、で俺なんか結構まあ俺女性もんのバッグだったんだけど、俺女性もんのさなんかちょっとね小綺麗な高そうなバッグが当たったりとかさ、うん、そんなんもあって、ね、そういうところでちょっとこうね名刺交換とかね、うんうんうん、ができたりするわけですよ、まあね、やっぱそういうところでちょっとずつつながっていったりとかね、うん、なんかそういうことはちょっと姑息なことをしながら、うんうん、なんかこうね自分の人脈増やしていってたりとかね、うん、そういうのはねやっぱねやってたかな、うん、僕らもだからそれはなんかまあ仕事ではないんだけれども、バイトで飯を食うためのバイトなんだけど、だけどそこでねつながっていくことによって、うん、例えば自分の方の本職の方とまたつながっていったりとか、うん、まあ他の現場でねあった、まあ、関係者しかいませんからね、そうそうそう、他の現場で会った時にさ、うん、あこの間ありがとうございましたなんていうと、うん、どうだっけって言われてこうこうこうでなんていう話すると、ああそうなんやなんていう話からね、じゃあ今度うちもお願いするよとかっていうところにね、なったりとかね、だからなんかそういうのってものすごく僕なんかはねただただバイトをするんじゃなくて、うんうん、なんかするにしてもね、そういうちょっとこう自分の本業にちょっとこうね関係するというようなところとうまいことをちゃんとアルバイトでつながっていくと、ね、また違った形でつながれていって、で仕事にもつながったりとか、うん、っていうこともあるのかな。そうですね、まあだからそれだけね、何ていうかまあこのほんまにこの年になってからもすごい勉強になったし、考えさせられる、うん、まあ、すごいいい、これすごい、俺絶対まだこれやってる間にもう一回行こうと思ってんだよね、うんうん、ねゆっくりとね、うん、やっぱりもう一回改めてね、みたいなと思いますけど、うん、ぜひぜひ皆さん、はい、特にまあ造形関係とかね、うん、まあメイク特殊メイク興味ある人はぜひぜひそら行ってみんと、もらいっとなんかこれでもね、俺ねそんなにね、特殊メイクをやってない人でも楽しめそう、そうだから、あと映画好きな人とかね、そういうのってすごい全然俺だしね、でもすげえなと思ったのが、俺中学校2年生ぐらいで俺この映画館で見たでっていう映画なんだけど、もうでもその時特殊メイクで入ってんだもんね、特殊メイクをやってたんだから、僕ら中学校だよまだ、その時にこの映画見たよな、映画館行って見たよなっていうものなんだけど、うん、ね、そこにはジョージさんが現場でその、ね、作ってる写真が貼ってあるわけじゃん、うん、なんかね時代を感じるというか、 なんかまあ大先輩ももちろん大先輩なんだけれども、
俺がこの年の時に何やってたんだろうなっていうのまあ正直恥ずかしいですね。本当だよね。海外に行こうなんていうその足が向くっていうところがもうすごいなって、僕らだって新幹線乗るぐらいだってなんかね、アメリカ行くぐらいの感覚の時代ですよ、その頃なんていうのは。本当にまあそうやって考えたらね、すげえなと思うよね。うん、本当にね。だからそういう意味でもなんか別にあの特殊メイクをやってますじゃなくても、うん、まあいろいろこう見て楽しめるかなと思うんですよ、ね。まあ普通に美術好きな人であればね、そう楽しめると思うんですよね、うん、勉強にもなるし、ということでぜひね、行ってみてください。よろしくお願いします。でまあ来月9月のアーティスト TV は、はいよ、まあもう9月ですから、うん、あの例の岸和田が ねもう熱くなってる、もう引っ張り曲がってますからね。もうでももう声聞こえてるよね。あ、もうだって出してるもんね、もうね、もちろん。この間ね、たまたま車通ったね、うん、そしたらもう結構ね、あのな蔵っていうのね、うん、なんかそういうところにはもう出てきて太鼓叩いたりね、なんかもうみんなやってるよ ね、はい、子供たちも集まってたりとかして、大体まあもうアーティスト TV の9月10月はもうね、まあまあ、岸和田と阪南とハロウィンで終わり、お祭り、お祭り騒ぎ終わってるだけですから。はい、まあ例のごとく多分来月もそういうことになると思うの、ね、今年はまあどうなんだろうね、台風の気配はないね、うん、今年に関してはね。まあでもまだね、分かんないですから ね、まだ10号11号とか言ってるぐらいですから、まあね、はい、去年一昨年、うん、まあもう直撃されてますからね、そう岸和田、あ、それでもやってるという、ね、やってますもんね、困らんという、ね、そうだから去年一昨年か一昨年が一番ひどかったからね、うん、ものすごい滝のような雨が降ってきて、うん、もうすごいことになってっていう日だったんだよね。でもやってたもん ね、中止にはなんないんだね、うん、だから中止になんないのはいいんだけどさ、うん、取材する側からすればな、は大変よ、なんか晴れてるやってくれよと思うけどな、うん、とりあえずでもまあ直撃しちゃうんだな毎回毎回ね、そうそうそう、ね、で氾濫は晴れるんだな、氾濫、そうそうそう、岸和田がもし雨とかね、うん、そういう場合はね逆になるってよう言われてますから ね、で今年は、うん、氾濫市は山中谷、山中の矢倉が新調ですから新しくなって、はい、綺麗になってるんですね。もうビッカビカの、もうすっごいのがもうでもね、最近もう入ってるんですよ、どん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 新しくなってってるよね、うん、もうジレンダも全部なりましたから ね、はい、やっぱもうあれかね、時代的にそろそろみんな変えていかないと、まあ、石田はでもまだ話出てないですけどね、でもあれどうなの、壊れちゃうってことあるの、だっていやこう、まあまあありますよ、あれは なんで変えるの、壊れちゃう、いやまあまあ古っさ、そう、まあまあ見た目の問題なの、まあまあまあやっぱり周りが全部綺麗だって見たらね、新しいんだから一番新しくするんだみたいな、そういうことだわ、5年かかりますから、あ、作んのにね、大体、まあ、そうかそうか、うん、そうだよな、だから作りましょう、じゃあ今年やりましょう、うん、はい、はい、できましたっていうわけじゃないもんね、うん、あれな、だってすっげえ細かいもんだ、早くても3年、うん、そうだよね、コツ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 こう削っていって、だからそれなりにそのお金は全部プールしてるはずなんで、ああ、うん、そっかそっか、うん、そういうなんか組合じゃないけど、ね、町内のあれがあってね、はい、で、そあれだってすごい金額でしょ、すごいですよね、ちょっとじゃないでしょ、うん、だもん5年かけて1個作るんだから、うんうん、それはね何億っていうでしょう、ね、億になってきますよね、はい、すごいよ、あれなんだっけ、宮大工さんじゃん、宮大工っていうか、まあそういう、そうですね、ね、宮大工さんが作ったりするんだよね、うん、ああいうね、すごいね、ああいう、でもああいう人たちは今どうなん、人がだんだん、いや、なんからしいですよ、やっぱり若い子がいなくなっちゃうね、うん、で、あの逆にその 3D プリンターとかの技術が上がってきてるから、それで作れるの、そっちでも作れるらしいです、あ、そう、うん、すごい かなり安くなるらしいですけど、あ、まあそれぞれね、うん、木とかブーンとか、うん、で早くなるじゃないですか、で抜いていっちゃうんだ、ただやっぱりでも、まあ、そこはやっぱりこうのみでさ、ね、こう命を吹き入れてもらう方が、ね、僕はね、そりゃそうだよね、だってまあ言ったらあれって神様だもんな、うん、おみこしもそうだし、ああいうねものって基本あれが神様なわけだから、うん、リプリだねべーっていうのもどうなんかなとは思うけどな、うん、でも、もう時代は時代が時代だからね、まあ全部じゃなくても部分的にそういうの使われてたりとかね、そうかそうか、あるかも、まあ、ちょっとこういうここの部分だけはとかね、うん、まあね、でもなんかやっぱりこうちゃんと
手作りやってほしいな、まあね、なんかね、うん、でもまあ楽しみでしゃがないですよ、どんなんかまだ見てないですけど、うん、もうヤグラペアには入ってるらしいんですよ。あ、もう入ってるんだ。はい、で8月の25日に一応お魂入れるらしいんで、うん、それちょっと見に行きたいなと思って、うん、なんかあのね、あのなんかあの飾り付けみたいな、はい、なんていうの、こう、なんだろう、縄巻いたとか、ね、あーなんとかはこれからやる、うん、そうそう、もうやってると思いますよ。はい、ね、あれもね、だからよ、まあ、夜は夜でね、また綺麗だし、夜もね、昼は昼でね、うん、あのまあそういうなんか飾りがよく、うん、まあね、夜はちょっと暗いとあれだけど、うん、まあね、飾りが昼はよく見える。でもまあ提灯に当たった飾り もまたね、綺麗なんだよ ね、 いいですね。だからね、これもね、あのあれやっぱりね、一回こう実際にその間近で、そうそう、やっぱ本物を見ないとね、源あんの作り込みはすごいですよ、ね、うん、何でもそうなんだけどさ、やっぱ本物はちゃんと目で一回見ないとダメだよね、うん、だからやっぱね、本物って一度目で見てるから偽物が分かるんだよって、うん、やっぱ本物知らなかったらね、偽物を騙されちゃうから ね、やっぱり本物ってやっぱ見とくべきだなって。だからなんか別にそれってさ、そういうものだけじゃなくてさ、うん、例えば映画でもそうだし、うん、そのお芝居とかさ、それミュージカルとかさ、いろいろ海外から来たりとかもあるじゃん、うん、でやっぱ確かにチケット代だけで言ったら高いよ、うん、あの今なんかね、うん、結構でまあネットで ね見えるっちゃまあ見えるんですけど、そうそう、なんてなるけど、でもやっぱね、うん、一度はね、やっぱね、あのいいっていうものはやっぱね、ちゃんと見た方がいいよね、なんていうのかな、そのこう本物を間近に見た時のそのなんていうの、空気感とか匂いとか、うん、全部違うよね。そこはやっぱり違うよ、ね、写真とかでは感じられへんから ね、うん、やっぱね、あの本物を知ってるって結構大事、うん、大事だと思いますね。だから、うん、本当はね、もうよくね、俺ね、ちっちゃい頃によくね、うちの親なんかに言われたのがね、うん、まあ自分のところのね、娘とかだけど、子供にね、なるべくもう3歳4歳になるまで、うん、いいものを着せておけと、うんうん、だから別に大きくなったら何着てたっていいんだよ、うん、ちっちゃいうちはちゃんといいものを着せなさいと、幼稚園出るぐらいのとかね、うん、はちゃんといいものを着させなさいと、やっぱりその、ね、その年齢のうちにいい悪いがちゃんと子供が分かるんだから、でいいものをちゃんとそうやってね、洋服でも何も着させておけば、うん、あのいいもの悪いものをちゃんと区別できる大人になるよと、うん、大人になった時にそのね、騙されたりとか、うん、変なものを買わされたりとかっていうことがなくなるでしょ。だからいいものはいいものとしてちゃんと、まあそれはね、何でも何でも与えていくっていうことがいいっていう、うん、いいんではなくて、ただその教える部分ではね、あのそういうあのことも親としては必要やでっていうことをちょっとね、なるほどね、うん、うちの親に言われたこともありましたね。僕ね、そのだからね、一番ね、それが一番すごく記憶に残ってるのが、うちの母親にあの、あの上野の美術館か、うん、上野の森美術館に連れて行かれて、で全く俺はそういうの興味なかったけど、うん、モナリザが来た時にさ、うんうん、もうだってモナリザなんてもう絶対に出えへん言ってるでしょ、うん、モナリザが来た頃にモナリザを見に連れて行かれたんだ、俺子供の時に。まだ幼稚園ぐらいじゃない、うん、あんなね、それでも俺記憶なのかね、でそのモナリザがこうね転してここの線から行っちゃダメですよって言われて、うん、そこに立たされてこう見たっていうね、こう上の方に飾ってあったんだけどさ、それをこう見たっていう、その記憶が未だにある。あ、そう、うん、やっぱなんかそういうのって残ってるんだなって、本物ってね、やっぱりそういうことなのかなって、うん、だってもう次はもうなんていうか傷むからもう出されへんって、ね、出さないっていいね、であれなんか2枚あるとかさ、いろんな話があるじゃない、なんかね、もうそう、本物みたいなのは貴重ですね、うん、僕はそれをね、あの一番最初の時に上野の森美術館で展示された時に一度見てるんですね、うちの母親が強い、まあだから何でも経験せなあかんということですよ。そうだからやっぱり、ね、本物知っておくことって大事で、やっぱり、うん、あの大人になっても本物と偽物のちゃんと区別がつくっていうのは、それ人もそうじゃない、うん、ね、人ってをね、うん、その騙されちゃう、騙すやつもいれば、うん、騙されちゃう人もいるけど、でもやっぱり騙すよりはね、
まだ騙されてる方が可愛いし、まあ騙すようになったらダメでしょ、ね、だからやっぱりそこはでも逆に騙されないのも自分だから、ね、そこは相手を見抜く力とか、本物偽物を知ってれば、人間がこいつが本物だ、こいつが偽物だってこともちゃんとね、区別つくようになるんで、やっぱそこは自分がね、ちゃんとこいつあかんと思ったらこいつに近寄らへんって、まあね、俺はこっち行くっていうことも大事かなとは思って、そうそう、ね、ここ何年間でね、何人もいましたもんね、そうそうね余計切れないからこの人みんなみんなの包み込んでいくタイプなんで、ね、もう今やもうほんまに潰しですけどね、僕はもうどんどん弾いていくタイプなんで、もうさんいましたわ、ね、だから昔このアーティスト TV で高木さんっていうね、占い師さんがね、出てくれた時にね、こう言ってましたけどね、ケンケンさんは非常にあれですねって人を平気で切ったりできますねって言われたけどね、だけどまあでもそれはいい意味でだからいいですよって言われたけど、だからやっぱそういうのって自分で気づかないうちにそういう目を、いや、そりゃそうですよ、つけさせていただいてたのかな、付き合ったらもうね、えらいことになりますからまあ ねまあ本当に今日のアーティスト TV はなんかあれじゃないですか、反省会みたいになってるじゃないですか、いや反省ばっかり言って僕らのもうね、いやまあやっぱり偉大なね、そういう偉人の方にはね、そういう作品が見れるっていうのはいいですよ、やっぱ本当天才なんだろうな、持って生まれたもののような気もするけどね、まあ改めてまだまだその自分のね、ダメさがよう分かりますよね、でこれダメダメさが分かった分だけ可能性もまだ残ってるんじゃないかなってちょっと思ってまあ、ね、まあでもねもうちょっと頑張ろうとか、いやまあそれがまだね20代30代やったらさ、そうこれがまだ低いね、でもだからへこむよ、俺ぐらいなって50過ぎて、そのね、うわすげえ人なんだななんて思って、ね、へこんだ時のその、あのなんて俺は何をやってたんだろう、そう戻れないからさでももう焦るよ、そうでも戻れないからこそもうあと残り少ないところは濃く生きた、生きなあかんかなって、まあ、そういう反省点をね、しっかりと、ある意味だからやってるつもりが薄っぺらかったわけだから、ね、じゃあもう濃く生きようと濃くしようというね、なんかそういう気持ちにはしていただけたかなって思うんですよ、ね、いや本当に生きがいでした、ね、本当に最高なイベントだったんで、まあまあまだやってますからね、ぜひぜひ、はい、で9月、ゲンゲンのイベント、あそうそう、22日、はい、ね、これね落語のね、イベントなんです、まあ落語スタイル、そう、まあ落語ですよ、また僕からね、まあ、僕らはですよ、ちゃんと師匠も一人出ますからね、その師匠は本当のちゃんと落語家さんですから、落語やりますけど、僕らバッタモンですから、基本的にはまあ、落語口調でやろうかなとは思ってはいるけど、多分もう喋り出したら、そうそう、普通ね、落語口調にはならないわけ、だって、ハッツさんがいてここに大家さんがあって使い分けれないでしょ、そんな僕らだからやっぱそこはちょっとね、まあ、頑張ってやってみようかなとは思うけど、まあ、どこまでできるかわかんないですけど、まあ、一応そういう方向では考えてます、で、今回出るのが、まあ、これ中谷さんでおしまい、で、丸野さんが出る、で先ほど言ってましたももさん、で僕が出ます、で大体だからこのメンツで見ていくと、まあまあやる内容としては、はい、まあ、中谷さんは基本的にはまあこういうね映画映像、映画映像が多いわけでしょ、テレビもそうだけど、やっぱタレントさんとの接する機会っていうのはまあまあ多いわけですよ、まあこのメンツの中で、ってなってくるとまあまあタレントさんの裏話っていう話になるんですかね、それはでも言えるまあまあこれカメラも回らないですからね、このイベントは絶対にカメラも NG だし、言ったらもう携帯電話での動画も絶対 NG ですから、これ写真は OK ですよ、写真はいくら撮ってもいいですけど動画は絶対に NG のイベントです、で動画をもし撮ってるところをテープ回ってんちゃうのって、ね、動画とかね回してんのが見つかったらちょっと申し訳、それは申し訳ないけど退場になりますからね、で映像もちゃんと消してもらった、退場させてもらうっていう形になりますんで、これは本当に守ってください、
じゃないとあの次の日からこの4人ともあの世の中に戻れなくなりますんで、仕事に戻れなくなりますから。だからまあそれぐらいね、あのことをちょっと学ばないっていうのはまあ結構ね、うん、まあだから本当にあのタブーと言われてるものをバンバン出すわけでしょ。でもそんな、人がそんなないよ、そんなわけないでしょうなんていう人が、ね、こんなことしたのとかいうのを言ってくれると思います。でまあね、あとはまあ万能さん、万能、うん、さんはもうね、どちらかっていうともう裏社会の、うん、もう何ですかことはもうね、まあ、まあね、ライターさんですから、ね、ライターさんですから、うん、まあそれこそあのそういうヤクザの組事務所に寝泊まりして、うん、そうやってね本を書いたりとかいうこともあるされてましたからね、監禁されたりとかそういうことも、してる方ですから、うん、まあ、いろいろと、まあ、知ってるねことは多々あると思います。ただまあそれだってね、テレビとかね、やっぱりそういうところでは言えることってやっぱある程度決められてて、うん、まあね、まあやっぱどっかでタブーってあるでしょ、うん、やっぱりそこはそこでね守ってやってると思うんで、まあまあこのイベントはね守らずに、うん、あの全て吐き出してもらえたらいいのかな、まあね、ね、うん、だから本当にその、 あの来てる方だけですからね、お願いしますよ、これだけ。桃さんは大体まあ荒階段になるんかな、うん、まあ桃さんのことそうなんですよね、うん、だから桃さんもだからこれは出しちゃいけないっていう、まあその、うん、この話はお蔵入りでしょうっていう話とかをやってくれないかな。どうですかね。どういう話も。ケンケンは何話すんですか。あ、僕はもうトップバッターです今回。うん、一番最初に出てくるんで敷居だけ上げます。まあ、とりあえずあのめっちゃ敷居上げて、めっちゃ言わざるを得ないような状況まで持っていって、であとはじゃあ中谷さんに言いますかね。でまあ大体まあね、僕の場合はまあまあご挨拶させてもらって、一番かっこいいやつ。まあご挨拶させてもらって、あとはちょっとまあどうなの。何自分だけあの、まあ、セーフな部分にも多いの。まあ話題的にさ、まあちょっと今の話題だとまあちょっとな、吉本的な、うんうん、話題がねちょっとこう今わわわなってるから、あまあまあ僕今は別にさ吉本興業の人間じゃないから、うん、吉本に別にね直接どうこうっていうのはないんで、うん、まあまあその噂的なものしかね知らないですよ。まあ当時のね知らないけれども、昔のことはねね、あの師匠のところにね、うん、あのヤクザの人がよう学園で生きてたとかね。だから昔のことは知ってるからね、うん、だからまあまあまあちょっと時効にはなっちゃうかもしれないよ、あの今現状って言われるじゃないよ、うん、まあちょっとね、あの時効の話にはなっちゃうかもしれないけど、その辺の話はちょっとしつつ、まあ今のまあね問題とちょっとこう重ね合わせたら面白いな、だったらそんなに大したことでもないんじゃないっていうような、まあね、うん、ことにもなるのかなっていうような、うん、まあそんな話かな、それぐらいの話でちょっとあとはだからどんどん引き上げていって、途中でね、あのもうこういう芸能人もね、わーっていうのをバーン言って、あとはじゃあ中谷すんで全部紹介してくれますよ、7時で行きますんで、じゃあ中谷すんですってもう講座を利用かなと思ってますんでね。なのでまあね、面白いで、うん、2番手なのね。ああそうですね、でそれでね、俺がトップで行って2番手で出て、丸さんが行って、うん、桃さんっていう感じなんでね、まあだからでその後にまあそこまではだからまあ言ったらね、まあ、前座ですよ、うん、前座、まあね、前座のまあ落語と言えるのかどうかは、ね、まあ裏話とか、ね、裏話の、うん、まあねお話し会というか、うん、まあ、うん、っていうことをやって、でその後に月亭雄峰さんがね、うん、あのちゃんと落語がやってくれる、ちゃんとしただからちゃんとあの皆さんが、まあ、大体木戸線だっつって金払ってるのは、まあ、この人の落語を聞くための木戸線です、うん、これだから前座は関係ありません僕らに対してお金払うものではないっていうふうにあの考えてください、うん、だからまあ落語じゃねえじゃねえかとか、あのこんな下手くそな落語をやりやがってとか、うん、バカ野郎この野郎って一切受け付けません、うん、これは僕らは納期派ですから。で、この後のね師匠の落語にお金を払っていただいて、うん、ちゃんと落語を聞いて楽しんでいっていただけるんだったら、うん、そういうイベントになってます、はい、ね、これあのね、南の、うん、もうあのあそこですよね、なんだっけ、あのカニ道楽のところの、はいはいはい、一番カニ道楽、カニ道楽2つあるんだね、
なんかありましたね。橋のところの角町に1個仮道路があるでしょ、うん、あっちじゃなくてもっともっと先に進んでいくと左側にもう1個仮道路がある。中心的なところかな。そうそう、うん、外れていくとね、うん、そこの隣に、なんかもう分かりますよ、なんか昔のなんかこう、もう小屋みたいな、うん、あのなんていうのかな、そういう 劇場みたいなのが立ってますから、うん、でそこの中でやってますんでね、うん、今回で全部全て、ね、予約制です、うん、チケットとかね、はいはい、だからまあ、Facebook とか、うん、なんか庄屋 の、まあそのね、ホームページとかから入って見てもらって、うん、まあそうこれ、ね、予約してもらって、今回ね、ちっちゃい場所なんでね、35席しかないんです、うん、お客さんが。だから確実に予約取ってもらわないと、うんうん、入れない可能性が出ちゃうんで、申し訳ないんですけど、うん、一応まあ、電話じゃなくてネット予約で予約だけ入れてもらって、うん、一応それで35人になった時点で受付終了というふうになってしまうので、うん、まあちょっと早めにね、そう早めに、はい、お席の方、はい、言っていただいて、うん、ということで、まあそういうイベントがあって、一応9月を、まあその模様もね、だからまあ流されへんからさ、その模様は流せないっつ、だからそこはもうね、改めてこうね、アップできへんから、もう聞きに来てもらうしかないですもんね。だからもう、まあ最後の師匠の落語だけは、まあまあそれぐらいだったらね、流してもいいけど、僕らがやって喋ってるところはね、ちょっとそれはもう流しだから、ピピピピ大変なの、もう大変やもん、ずーっと言うとこない、ね、そんなんもうだって大変じゃん、もうもう編集でピピピピ入れるのだから、でちょっとそこは申し訳ないけど、ね、もうぜひ聞きに来てくれた方がいいかなと思います ね、はいはい、で9月号は一応、9月の29日22時放送予定となっておりますので、はい、またね、はい、ご覧になってください、はい、ということでアーティスティビ8月号以上となります、はいはい、また来月もよろしくお願いします。ではでは。ただ口でー